11月26日、松山市七川町の七川東分館で、ふれあい生き生きサロンスマートフォン教室が行われました。これは松山市ふれあい生き生きサロンが地域の高齢者に向けて、コロナ禍でサロン活動が中止になったときに、オンラインでのつながり方を学んでもらおうと開かれている教室です。この日は写真・動画撮影をマスターしようというテーマで、サロン月見荘に参加している10人がスマホの基本の操作や撮影のポイントなどを学びました。画面上で指をなぞってあげると、ちょっと写真が動いてくれると思うんですよ。拡大した状態で失礼します。そうこれで。デジタル化を進めてのスマホ教室は年間40カ所ぐらいを一応予定しております。今現在松山市全域にこういったふれあいの場が167カ所あるんですけど、3カ年から5年ぐらいの計画で回っていけたらなという予定になってます。この事業が始まったのは松山市が合併された平成17年度からです。このオンライン化の事業については令和2年3月にコロナで全国緊急事態宣言が出た後、自粛生活が続いてたのもあって、その後協議して令和2年の途中から開始となりました。普段は手芸を中心にこじんまりとした集まりで、アットホームにいろいろなものを持ち寄ったりして楽しく活動されているサロンさんです。高齢者の方も新型コロナのような感染症が拡大して自粛生活になった時も、デジタルツールを使って介護予防の情報などを受け取る機会を抵抗感なく持っていただけたらなと思います。動画をあまり知らなかったので、それ覚えました。写真は撮るけどね、たくさん写真は撮ってるんだけど、それ動画に、それとそれを消すこと、写真をいらない写真を、そこも勉強になりましたね。まあ、旅行でもしたらね、写真たくさん撮りたいなと思う。分かりやすくいろいろ教えていただいたんで、これから帰ってまた勉強したいと思います。犬の、飼ってる犬の動画なんかも撮ってみたいと思います。便利でいいんですけどね、相当時間がかかりそうですよ。私らは楽しかったですね、頑張ってみます。参加者にとって思い出のワンシーンを手軽に残せるヒントを学べた有意義な一日となったようです。